はい、淀川寛平マラソン2013としまして、うん、第一回となるんですけれども、ね、2013年2月3日に淀川河川敷公園で開催いたします来年の2月13日でございます、はい、<laughs> あへんあへんうひや寛平さん挨拶です挨拶,挨拶ですギャグ披露じゃございません<で>8月に、えー、東北の走ってですね まだまだだ本当に東北は大変な状態ですだからちょっとでも役に立ちたいなと思ってそのまあちょっとその中からでもこう一生懸命支援してそしてこの本当にあのこうみんなが「あ本当にいいマラソンやな」とみんなに思ってもらえるマラソンにしたいなとそう考えておりますのでよろしくお願いします。 本当にたくさんの、このお話題の芸人、てタレント。てまあ、そうですね、あの歌手。<お>え歌手の方も、もう参加される。えいや、えい、ー、じゃないです。で <laughs> ええー、って。いや、その寛平さん、じきじきにオファーされてるのかな、はい。そうですよね。まあ、そうですよね。まあ、あのー、そのエグザイルのメンバーの一人でも、走ってもら。いいたいえエグザイルですか。うん。 まあね、それぐらいみんなが楽しい、あ走りたいなと、みんなに思われるようなえそのマラソンを作っていきたいなと、東北走られて、マラソンは一段落っていうようなお話もあったんですけど、安部さん、この大会はどれぐらい走られる僕はもう10キロですね。 ちっちゃい声で十キロ？え？地球一周した人が今十キロって言いましたけどね。え？補給人ですよね。ですよね。いや違うんですよ。十キロということはもう参加費が三千八百円ですね。結構お安い。違うんですよ。まあまあいろいろ僕もわけがありましてはい十キロにさせていただきます。あその他か多分そのねあの走ってる皆さんにいろいろこう声をかけたりとかそうですね。あのえまあ遠道もずっとこう。 まあ自転車で走りながらこうずっとそういうこともやりたいなと思ってますので。はい